江ノ島鎌倉観光300系電車は、江ノ島鎌倉観光の電車。江ノ島鎌倉観光は、開業から1945年までは、軌動法に基づく、軌動線であったが、同年に、地方鉄道法に基づく、鉄道線に変更されているという経緯があり、そのため、使用される機材は1929年以降は、ボギー式電車も使用されるようになっていたが、 いずれも路面電車形態のものであった。1950年代に入った後も多客時に実施されていた特殊続行運転が定時運行を妨げていたほか、日坂駅が平洋軌道上にあったため各駅ともプラットフォームの高さが低く各社とも乗降扉はステップ付けのままであり、地方鉄道法適用の要件でもあった平洋軌道の解消も 課題となっていた。そのため、同社は1953年に、鉄道の近代化のための改善3カ年計画を制定し、これを同年より実行に移している。この計画に基づき、腰越,越七里ヶ浜間の平洋軌道の専用軌道化、これに伴うプラットフォームのかさ上げと車両の乗降用ステップの解消、車両の連結もしくは連結化での一車両あたりの、 輸送力増による特殊続行運転の削減とそのための変電所容量の増強、電気連動式信号機の新設による保安度向上などが実施されている。この計画に伴い導入された2車体連接車の電車が本校で記述する300系及び初代500系であり、2018年現在連接車に 統一されている同社にあってその講師となった300型はプラットフォームかさ上げ工事終了後の1956年から1968年にかけて301から306編成の計6編成12両が導入されている。本形式は台車の未流用した新造車都市である初代500型に対し従来から使用されてきた自社や都電。 西武鉄道などの路面電車タイプの直接制御、炭鉱専用半構性ボギー車や、京王帝都電鉄の木造車の大枠をベースとして、連接車とした改造車となっている。本形式の特徴である、連接構造については、1955年に仙台市交通局が導入した、モハ300系改造連接車などの実績を参考に、 曲線の多い江ノ島かまくら観光船での運航上の利点の多い連結車の導入が研究され導入に至っているものであるが一方で連結車よりも改造費が3割ほど安価な連結車との比較や連結車の先行施策的な要素を含め本形式の導入に先立ち1956年1月1日より連結車である200型が導入されている この200系201編成と本形式の最初の編成で1956年4月8日より運行を開始した300系301編成の比較において急曲線に対する連接車の優位性が確認されたほか台車が1機少ない分の3トンの軽量化とそれに伴う使用電力量の節減が可能となるなどの効果もあり並行して継続されていた 研究の結果も合わせ、1955年秋より、開発が進んでいた新造車も連接車となることとなったほか、3 0 0系の増備も進められることとなっている。これにより、1957年4月3日には302.303編成と5 0 0系5 0 2編成の終末式が、揃って行われ、同年4月5日に302編成が、 翌4月6日に303編成の運行が開始されている。その後 500K の導入費用は 300K の改造費用の約2倍と加算でいたことから、同形式の導入は502編成で打ち切られて、本形式の導入が継続されたが、車体が種車のものをそのまま改造する方式から、 大枠を流用して、心臓に近い車体とする方式に変更となった304編成が1958年4月13日に、さらに台車も、心臓とした305編成が1960年6月1日に、運行に使用されるようになり、連接車7編成と連結車200型によって、特殊続行運転の後続車を除く、全列車の2両編成化がなされ、これをもって、 同鉄道の近代化はひとまず完了している。また、200系201編成についても連接者への改造が実施され1968年12月5日から運行が開始されている。種車や改造手法がまちまちであったため、基本的に同一である302.303編成を除く他の4編成は異なる形態と経歴となっている。一方で、 全車両が本形式への改造の際に、総括制御可能な関節自動診断制御、電磁 SME 制度に改造され、4両増結運転が、開始時には、本形式総合及び、初代500型と連結可能となっている。その後も改造を繰り返し、本形式となった当初と後年度で大きく、形態を変えている部分も、少なくない。 303.304編成及び2020年現在も運用されている305編成は、冷房装置の搭載や室内更新、駆動系の高性能化など近代化改造を実施しており、1000系以降の各形式とも相互連結可能となっている。近代化された同社車両陣の一端を支える存在である一方で、 いかにもエノデンらしい車両としてメディアへの露出も多い。徹底的な更新が行われているものの、車歴的には1950年代の製造ということで首都圏の通常を運用している鉄道車両の中では最古産の部類に属する。概要1960年に製造されたもので4月22日に入線。 4月27日に公式試運転を実施して6月1日より運行が開始されている。この編成は大枠を、k 応で派2 0 0 0系のものを使用したため完全な新車ではないが、その他は申請したため、3 0 0系の中では唯一新造車といって良い編成である。なお、運輸省の通達を受け、この編成から、 鎌倉法が50番台の車両番号となって305から355号車となっており、2両が同一の番号であった301.302-303.304編成と500型も1960年に同様の改版を行っている。車体、走行装置車体は東横車両工業で申請されたもので304編成のデザインを基本にした。 前面の窓を大きくし、側面は当時流行のバス窓構造を取り入れ、ウィンドウシル、ヘッダーを省略するなどしたスタイルとなっている。車体幅は 2400mm で、大枠の側面にちょうど大小を張り出させてその上に、車体を乗せる木造車同様の構造となっており、腰高の印象を受ける。前面窓は、中央窓が広い3枚窓構成で、各窓とも、 トロリーポール操作のため木製枠の加工窓となっていた。全消灯は304編成と同様に、正面窓の上部に一基埋め込み式に設置され、正面の下部左右には、角型の微灯が、中央には、縦長の行き先表示板差しが設置されている。側面は窓扉配置 D1、D5、D3 で、上高扉は幅 920mm の片引き戸、窓は、 飛ぶ黒窓は、H ゴム指示の一枚窓で幅 770mm、高さ 880mm。その他が上段が、H ゴム指示の固定式、下段が、アルミ枠の上昇式の通称バス窓で、幅 800mm、高さ 880mm のものとなっている。室内は、上高扉間と連結面やドリキにそれぞれ長さ 4280mm。 2534mm のロングシートを配置しており、座席定員は編成で72名、立席定員は78名である。また、運転室は中央部に運転台が設置された奥行き 810mm のもので、乗務員室扉は設置されていたものの、運転室と客室の間は中央部に H 防止切りが設置されるのみとなっている。屋根上には、 両編成端に終電用のトロリーポールが、その他の部分に通風機が配置されるほか、製造当初は、連結面やドリキには、社外スピーカーが設置されていた。編成両端の連結機は、他の編成と同じ小型の密着自動連結機であるが、304編成に引き続き、輸送力増強のための連接車同士の、10連運転の準備として正面に、 電気連結機の線樹と空気ホースを設置しており、305編成は正面車体スソぶに向かって右側に空気ホース、左側に電気連結機の配置で304編成とは左右逆となっている。主制御器は304編成と同じく抵抗制御式で東洋電気製造製直列5段。 並列4段の電動カム軸式関節自動制御の ES-158B を一式搭載しており、主電動機は、定格電圧 300V、出力 48.5kW の東洋、電気製造製 TDK-31SM、直流直巻製流子電動機を、前後の台車に、各2機ずつ、計4機搭載し、駆動装置の歯車比を点三七として、 定格牽引力は1 8 8 k n 定格速度は時速 36.0km となっている。また、ブレーキ装置は、非常管平節電磁弁付き三貫式、直通空気制動の電磁 SME 制動、電動空気圧縮機は DH-16 を2機搭載している。 台車は枕バネに襟子バネと称されるゴムで被覆した直径 18mm の洗剤を用いたコイルバネを用い、軸バネは軸箱を防振ゴムで囲んだもの。台車悪は側張りを固定せず、その柔軟性によって車両の振動を吸収する構造の心臓台車である、東急車両製造製造製の TS418 と TS419 を装備している。 固定軸距は両形式とも 1500mm で、主電動機は動輪の外側にバーサスペンション式の吊り掛け駆動方式で掃化されている。運行開始後運行開始後にも様々な改造が実施されており、主なものは以下の通りとなっている。終電装置の変更本編成に当初使用されていたトロリーポールは線路の分岐や曲線の通過時に、 利線防止のために車掌がこれを支えなければならないなど、取扱い上問題が多かったため、江ノ島鎌倉観光では1964年2月より、順次、トロリーポールから、1955年に、主に路面電車用として開発された、Z パンタグラフに換装している。305編成においても、編成両端のトロリーポールを撤去し、藤沢放射端部に、 これを一気搭載している。なお、同社では、菱型パンタグラフ化を予定していたが、経済的な理由とトロリーポールからの感想の容易さを考慮していったのは、Z パンタグラフとしたものである。その後、600型での菱型パンタグラフの使用実績に、鑑み1961年2月から1973年5月14日に、 かけて100型を除き菱型パンタグラフに換装しており、305編成についても鎌倉放射端部に PT52 を一機搭載してしばらく運行し、その後富士山型の Z パンタグラフも PT52 に変更している。また、1980年代にはこれを PT4313BM に再度換装している。 重連運転の開始と連結機の変更305、編成は304編成とともに、重連運転を想定して、電気連結機と連結ホースを装備していたが、プラットフォームの延長などの準備が整わなかったため、運行開始後しばらくは、重連での運行は実施されず、連結ホースも撤去されていた。その後、百七十一年には、プラットフォームの延長や、 重連運転開始により不足する車両の補充のための6 0 0お及び8 0 0系の導入などの準備が整い輸送力増強と保安度の向上のための特殊続行運転が同年6月20日に廃止され翌6月21日から連接車に編成での重連運転が開始されているこれに伴い305編成についても改めて連結機などの整備が行われており 簡易的な連結器は、密着自動連結器から上吊り式の NCB-6 小型密着連結器に換装されている。この連結器は、増結解決時における、電気連結器及び、空気ホースの脱着作業の容易化を図るため、道場連結器上部に設置した、吊り下型のもので、急曲線の通過に備え、 電気連結器と連結ホースが連結器横辺に併設されたものとなっている。その後、連結作業の省力化のために1992年に製造された2 0 0 0 k 2 0 3編成の2053号車に、試験的に D90 密着連結器と96新の電気、連結器自動解決装置、下受け型の同時を装備し、2002編成の2002号車を、 同様に改造して運用試験を実施している。この使用実績が良好であったため、1994年2月までに全編成が改造されており、305編成についても同様の改造が実施されている。なお、主制御装置及びブレーキ装置の違いにより、1系以降の編成とは口述の主制御装置及びブレーキ装置の変更改造を実施するまでは、 連結することができず、従来通り300系、500系間での重連となっている。駆動装置のカルダン式化と台車、主電動機の変更への島鎌倉観光では、1979年以降、1000系及び2000型を導入して、旧型車を代替していたが、これに伴い代替対象とならなかった、旧型車両と新造車の間で、旅客サービス。 車両保守面での格差が、顕在化し、支障をきたしていた。そのため、1989年から1992年に、かけて3 0 0系5 0 0系のうち当時代替対象外であった編成に、対して台車及び、主電動機を線形1501.150 150に、編成で導入されていた、カルダン式駆動装置に準じたものに更新する工事を、実施している。 305編成では1989年に実施されたこの改造では、主電動機は1501.1502編成や、2000系、10系、20型と同一で、定格は、端子電圧300ボルト時で、電流 195A、出力 50kW、回転数 1300rpm の TDK8005A に、駆動装置は同じくたわみ板中空軸平行。 カルダン駆動方式の KD110AM に変更されており、これらはいずれも東洋電気製造性となっている。また、編成両端の同台車は1501.1502、編成の TS-829 をベースに改良を加えた TS-837 となっている。この台車は 300K の車体枕張りの形状に合わせて、 台車の枕量形状が変更されているほか、縦段波を併用した枕羽根は、同じコイル羽根ながら3本並列のものから2本並列に、簡略化して、保守の容易化が図られた一方で、横段波2本を追加して、乗り心地の向上を図っているものであり、その他は TS-829 と同様で、台車枠は、固定軸鏡 1650mm とした。 後半に溶接構造、軸バネは合成ゴムブロックと、コイルバネで軸箱指示方式は、軸箱盛り式、基礎ブレーキ装置は、ブレーキシリンダが、金属シリンダの片押し式踏み面らブレーキで、合成整輪子、中鉄整輪子併用のものとなっている。一方で連接、付随台車は1501.1502編成では、基礎ブレーキ装置にディスクブレーキを装備した。 ts-830 であったが305、編成では ts-837 と同様の構造で踏みずらブレーキを装備した ts-838 としている。冷房装置の搭載と車体更新蒸気の台車、駆動装置、手電動機の変更と同じ1989年に冷房装置の搭載と車体更新工事が施行されている。 300K303.304305 編成で実施された冷房装置の搭載においては1000型と同じく他社の路面電車車両等にも広く採用されている三菱電機製で容量 24.4kW の CU77K の CU77AE1 を採用しているこのシステムは屋根上に搭載された 冷房装置と冷房制御箱、床下に搭載された、機動制御箱から構成されるもので、冷房制御箱には2系統のインバータが内蔵されており、低電圧、低周波数出力は、室内送風機に、可変電圧、可変周波数出力は、冷媒の圧縮機、室外送風機系統とも冷房オフ使用時には、車両内の他の負荷にも、出力可能なものとなっており、 通常の冷房装置のようなベッド冷房用の補助、電源装置の搭載が不要となっていることが特徴となっている。また、CU77 系冷房装置は互換性を有したまま改良されながら長く生産されていることも特徴となっており、305編成も2011年に後継機種である CU77CE に換装している。また、 冷房装置の搭載に伴う天井への風道の設置などをはじめとした内装の更新が実施されている。床は木製板張りのまま残されているが2018年現在鉄道車両で板張りの床を持つ営業車両は非常に珍しい。主制御装置及びブレーキ装置の変更線形お及び 2000系新造車両の導入を続けてきた江ノ島電鉄であるが、鉄道事業における輸送辞任は1991年度を、営業収入は1992年度をピークに減少に転じており、一編成2億数千万円の設備投資となる新造車の導入は見送られていたが、 利益確保のための省力化及び効率化による様々な費用削減策が実施されることとなった。これにより、駅の改札口の自動改札化や自動放送化と並ぶ施策として、長年の懸案であった旧型、新型を問わない全車両相互間の連結運行を可能とすることで、列車運用と保守点検面での効率化を実施することとなった。 305編成では1998年に実施されたこの改造においては、主制御機を線形1501.1502、編成や2線形、中系、10系20型と同一で、東洋電気製造製、電動化無軸制御式のアクドフ M450 から 789AM に、ブレーキ装置を発電ブレーキ併用、電気指令式で、E 型中継弁を使用する。 ナブコ製の HRD-1D に変更している。なお、主管制御器のワンハンドル化は、スペースの関係で実施されず、ツーハンドルのまま新品に交換されている。その他1960年代中頃には、行き先表示板が、縦長のものから500、500K500 に編成で採用された、細長い横長のものに変更されている。また、2004年には、 天地寸法が若干広いものに再度交換されている。同じく1960年代には雨戸井が設置されている。なお、当初は藤沢方の305号車にのみ設置されていた。1971年から1973年にかけて300型に乗務員室扉を呼び、客室仕切り壁を設置する改造が実施されており、 当初より乗務員扉を設置していた305、編成についても、この際に仕切り壁を設置している。1980年に全商灯が、全面上部から、下部左右に移設されて、シールドビームに投下され、合わせて微灯が、下部に移設されているほか、補助電源装置として、出力3区場の静止型インバータである CG145A が搭載されている。なお、 補助電源装置は後に20型と同じ出力19馬の RG-4032AM に換装されている。車外スピーカーもこの頃屋根上から車体側面に移設されている。電動空気圧縮機は1994年頃までに DH-16 から 1000K1101 編成以降で採用された HB-1200S に換装されている。 広告塗装1990年代の一時期に青色とクリーム色の青電塗装になっている。2007年9月22日に303編成の運用が終了したことにより、現在唯一の現役級型車であるとともに、唯一のエノ電カラー塗装となっている。301編成、極楽寺稲村ヶ崎間1992年。 概要1953年に、王子電気軌道200型から承継した1927年、田中車両製の東京都電150系154.155号車の、車体に、都電杉並1261.262号車の、汽車会社製の台車を組み合わて1953年より、使用されている113.114号車を1956年に、 東洋後期において改造した、江ノ電で、初めの連接車である。側面は、ドア移設などその後の編成と同じような形態に、されたが、前面の路面電車前としたバンパーは残され、構成車初期の車両特有の側面の狭い窓などが、王子電気軌道時代からの面影を色濃く残している。か、三百六編成も、同じ王子電気軌道二百型をルーツとする車体を、 使用しており、外観は類似のものとなっている。車体、走行装置車体の改造は貫通化された、連接面側に集中している。片側の車体端部は運転室を撤去して、貫通路付けの切り詰ま式の連接側つまめんとし、上行扉を側面窓一箇所分車体中央より2移設し、車短側に側窓一箇所を設けて、 窓扉配置が 1D11D1 から 1D10D2 となっている。また、この部分の台枠は、低床式であったものから逆に、連接部分が、客室中央部からスロープで若干高くなる構造に、変更となって、車体裾部も切れ上がった形状となり、その端部に、端張りを設置して、球面芯皿と、側受けを取り付けている。なお、車体のその他の部分は、 基本的に主車のままとなっている。車体前面は角窓同じ幅で、トロリーポール操作のため木製枠の加工窓となった3枚、窓構成で、全小灯は、正面上部の屋根上に一基が埋め込み式に設置されており、正面下部にはバンパーが、その上部左右に丸型の微灯が、中央には縦長の行き先表示板差しが設置されている。側面は、 上高扉は幅 794mm で車体短足に引き込まれる型引き戸。窓は、戸袋窓は幅 596mm の木製枠の固定式。その他は幅 634mm 木枠の一段加工窓で、外側には保護棒が設置されており、運転室横の窓は幅 596mm の戸袋窓となっている。室内は、 タ車と同じく運転室側車体端の台枠床面が低い低床式の構造となっておりこの部分の床面高さはレール面上9 6 1ト、mm、ルで高さ1 0 1 5ト、mm、ルの客室部分とは5 4ト、mm、ルの差があってスロープで接続されており低床部に設置された運転室側の乗降扉と連接車下改造によって高床部に移設された 連接面側の上高扉は、扉自体の高さは同一であるが、設置位置が異なるものとなっている。座席は、上高扉間と連結面やドリキにそれぞれ長さ 5520mm、1633mm のロングシートを配置しており、座席定員は編成で68名、立席定員は82名である。また、運転室は、 中央部に運転台が設置された長さ 1034mm のもので運転室と客室の間は中央部に簡単な仕切りが設置されるのみとなっている屋根上には両編成端に終電用のトロリーポールがその他の部分に小型のトルペード式の通風機が配置されているまた編成両端の連結器は他の編成と同じ小型の密着自動連結器が 設置されているが、導入当初は連結運転は実施されておらず、予備的なものであった。主制御機は302.303306、編成や500型と同じ抵抗制御式、東洋電気製造製で直列7段、並列6段の電動カム軸式関節自動制御の ES-251A を搭載しており、主電動機は、定格電圧6 0 0ト。 出力 42.3kW の東芝製 SE-118B 直流直巻製粒子電動機を前後の台車に各1機ずつ連接台車に2機の計4機搭載しているが302編成以降以降の増備車は前後台車に各2台連接台車は付随台車とする構成に変更となりこれの方式が現在の新500型に至るまで継承されている 結果、この面においては、本社は、異端となっている。駆動装置は、歯車比を5.53として、定格牽引力は2 2 7 k n 定格速度は、時速 25.7km となっている。また、ブレーキ装置は、非常管閉節電磁弁付き三管式通空気制度の、電磁 SME 制度、電動空気圧縮機は、 CEP-27 を2機搭載している。台車は、種車の汽車会社製のボールドウィン系で、板大枠のもので、中間の台車は連接化に伴い枕張りを改造しているが、その他は基本的に主車のまま使用している。枕バネは重ね板バネ、軸バネは、コイルバネ、固定軸巨は 1473mm、車輪系は 838mm で、 主電動機は動輪の外側に吊り掛け駆動方式で創下されている。運行開始後運行開始後にも様々な改造が実施されているが、301編成は1980年代後半以降は将来の廃車対象となってその後の改良工事が実施されていない一方、301編成の改造時にあまり手が加えられておらず、 車体その他の近代化改造が多岐にわたっている。なお、主なものは305編成に準じたものとなっており、詳細は同編成の各項を参照。終電装置の変更を1964年2月から実施されたトロリーポールから Z パンタグラフに換装に際し、301編成もトロリーポールを撤去して藤沢放射端部に これを一機搭載している。その後、1961年2月から1973年5月14日に、かけての100型を除くパンタグラフへの換装に際し、301編成も鎌倉放射端部に、PT52 を一機搭載して、しばらく運行し、その後藤沢型の Z パンタグラフも PT52 に変更している。また、 1980年代にはこれを PT4313BM に再度乾燥している。重連運転の開始と連結機の変更1971年6月21日からの連接車に編成での重連運転が開始に伴い、編成両端の連結機が簡易的な密着自動連結機から上吊り式の NCB-6 小型密着連結機に乾燥され、 電気連結器と連結ホースが連結器横辺に併設されたものとなっている。その他1959年には、東急車両製造にて、台車の改造を実施しており、枕羽根を重ね板羽根から襟子羽根2本に、軸受けを、メタル軸受けから、コロ軸受けにそれぞれ変更し、台車形式が TS-408、TS-409 となっている。 その後、1971年に再度、枕羽根の改造を実施しており、エリゴ羽根から、コイル羽根2本とオイルダンパー1本の組み合わせとなっている。1960年代中頃には、行き先表示板が、縦長のものから500、500K500 に編成で採用された、細長い横長のものに変更されている。また、同時期には、ウィンドウシルの片体から平板にへの変更。 全商灯の埋め込み式から一般的な形状の外付け式のものへの変更、ウィンドウワイパーの設置、通風機のガーランド式への変更などの改造が行われている。1971年から1973年にかけて300型に乗務員室扉を呼び、客室仕切り壁を設置する改造が実施されており、301編成についてもこれを実施している。 本編成ではこれに合わせて運転室後部の上空扉を若干後部に移設し、開く方向も運転室側から客室側に変更となって、側面の窓扉配置が 1D10D2 から DD9D2 に変更になったほか、低床式であった編成短足の床面をかさ上げしており、上空扉の設置高さも連結目によりのものと同一となっている。 1970年代後半には、社外スピーカーの設置が実施されている。また、1979年頃に全小灯が、全面上部から、下部左右に一設されて、シールドビームに投下され、合わせて微灯が、角型のものに交換されて、その下部に設置されているが、300K の他の編成では、車体に直接、設置されているものが301編成では、 全小灯と尾灯が、角型の台座を介して設置されている。また、1981年頃には、側面窓枠のアルミサッシ化や、ク袋窓のエッジゴム支持化が、1987年頃には、ウィンドウヘッダーの撤去が実施されている。301編成は、根本的な近代化改造は施行されず、2000系2003編成の代替で1992年に、 廃車されている。廃車前には、明治製下の広告車となり、かつての農業電車風の塗装とされている。なお、301編成の台車のうち、連接台車と思われる台車が極楽寺建築で、仮台車として使用されている。302編成、冷房装置搭載前の303編成もほぼ同じ、外観、極楽寺稲村ヶ崎 1992年冷房装置搭載後の303編成、稲村ヶ崎七里ヶ浜間、2005年9月14日、概要1957年に100系101から104号車の4両を、東洋後期で2両に編成の連接車としたもので、101.102号車が302編成に、103.104号車が303編成となり、書類上は、 同年4月2日付で102.104号車が廃車届け出されたものであり、この2編成はほぼ同一の仕様となっている。101から104号車は1927年に天宮製作所で4両85,040円で製造されて、同年12月に入選し、その後1929年3月9日に、 使用認可されて4月より運行を開始した、江ノ島電気鉄道発のボギー車であり、改造時点では1955年のホームかさ上げに、伴い乗降口のステップをかさ上げしていた。車体、走行装置車体は301編成と同様に主車の、車体をベースに改造しており、片側の車体端部は運転室を撤去して、 貫通路付けの切り妻式の連接側つまめんとして、その下部の台枠に、橋張りを設置し、ここに、球面芯皿と、側受けを取り付けている。また、もう片側の端部は、中央の正面窓の横幅を拡大するとともに、下部のバンパーを撤去して、車体裾部を一直線としている。側面は、上高扉を種車の運転室内に引き込む二枚引き戸から、 客室側の戸袋内に引き込む携帯の一枚引き戸に変更し、車体内のステップを撤去しているほか、運転室側の扉を後方に約 200mm 程度移設して運転室スペースを拡大し、連接側の扉を連接側車体端から 3027mm の位置に移設している。一方で側面窓や幕板、側面中央部腰板のリベットや肩体などは、 基本的に主車のままとなっているほか、ウィンドウヘッダーは、種社においても設置されず、代わりに、幕板が、吹き寄せ板に上から重ねられた形状となっているが、これは改造後もそのままとなっており、ウィンドウシルも損置されているが、こちらは、リベットなしの平板の形状に変更されている。車体前面は、中央窓が、幅広の3枚窓構成で各窓は、 トロリーポール操作のため木製枠の加工窓となっており、全商灯は正面上部の屋根状に一機が設置され、正面の下部左右には種車と同じ形態の丸型の微灯が、中央には縦長の行き先表示板差しが設置されている。側面は窓扉配置 1D7D3 で、上高扉は幅 920mm の片引き戸、窓は、戸袋窓は、 幅 760mm の木製枠の固定式、その他は木枠の一段加工窓で客室のものは幅 605mm で、外側には保護棒が設置されており、運転室横のものは幅 450mm となっている。室内は上高扉間と連結面やドリキにそれぞれ長さ 5040mm、2647mm のロングシートを配置しており、 座席定員は編成で72名、立席定員は78名である。また、運転室は、中央部に運転台が設置された、長さ1 2 1 8ト、mm、ルのもので、運転室と客室の間は、中央部に、簡単な仕切りが設置されるのみとなっている。屋根上には、両辺成端に、終電用のトロリーポールが、その他の部分に、ガーランド式の通風機が配置されている。 また、編成両端の連結機は、他の編成と同じ小型の密着自動連結機が設置されているが、導入当初は連結運転は実施されておらず、予備的なものであった。主制御機は301.306編成や500、型と同じ抵抗制御式、東洋電気製造製の ES-251A を搭載しており、主電動機は、 定格電圧 600V、出力 37.3kW の三菱、電気製メガバイトマイナス 86B 直流直巻性粒子電動機を前後の台車に各2機ずつ計4機搭載し、駆動装置の歯車比を3.88として、定格牽引力は 20.9kN、定格速度は時速 26.0km となっている。また、ブレーキ装置は、 非常管閉設電磁弁付き三管式通空気制度の電磁 SME 制度を、電動空気圧縮機は DH-16 を2機搭載している。台車は種車のアマミア製作所製のボールドウィン系で板大枠のものを改造したもので、中間の付随台車を連接用に改造したほか、枕羽根は重ね板羽根から、コイル羽根2本とオイルダンパの組み合わせに変更しているが、 その後の304編成と異なり軸受けはメタル軸受けのままとされている。固定軸距は 1375mm、車輪系は 762mm で、主電動機は動輪の外側に吊りかけ駆動方式で走化されている。運行開始後1992年に交換された303編成の TS-838 連接台車。 2007年運行開始後にも様々な改造が実施されているが、302編成は1980年代後半以降は将来の廃車対象となってその後の改良工事が実施されておらず、以降303編成とは異なる外観となっている。なお、主なものは305編成に準じたものとなっており、詳細は同編成の各項を参照。 終電装置の変更1964年2月から実施されたトロリーポールから Z パンタグラフに換装に際し302.303編成も藤沢放射端部にこれを一気搭載しているが302編成についてはしばらくの間鎌倉方のトロリーポールが存置されているその後 1961年2月から1973年5月14日にかけての100型を除くパンタグラフへの換装に際し、302編成も鎌倉放射端部に PT52 を一気搭載してしばらく運行し、その後藤沢型の Z パンタグラフも PT52 に変更している。また、1980年代にはこれを PT4313。 BM に再度乾燥している。重連運転の開始と連結機の変更1971年6月21日からの連接車に編成での重連運転が開始に伴い、編成両端の連結機が簡易的な密着自動連結機から上吊り式の NCB-6 小型密着連結機に乾燥され、 電気連結機と連結ホースが連結機横辺に併設されたものとなっている。その後、連結作業の省力化のための D90、密着連結機と96芯の電気連結機、自動解決装置、下受け型の同時への換装は1994年2月までに実施されているが、302編成は廃車予定であったことから、藤沢方の302号車のみに実施され、 352号車は未改造となっている。また、303編成についても、主制御装置及びブレーキ装置の違いにより、線形以降の編成とは後述の主制御装置及び、ブレーキ装置の変更改造を実施するまでは、連結することができず、従来通り3 0 0系5 0 0系間での重連となっている。駆動装置のカルダン式化と台車。 主電動機の変更を1989年から1992年にかけて 300K、500K のうち当時大体対象外であった編成に対して実施された台車を呼び、主電動機の更新工事を303編成についても1992年に実施している。この改造では、主電動機は定格出力5 0ットの t d k 8 0 5 a に 駆動装置は同じくタワミータ中空軸平行、カルダン駆動方式の KD110AM に変更されており、台車は1989年に改造された305編成と、同じく編成両端の同台車は TS-837 に連接、付随台車は TS-838 に変更されている。冷房装置の搭載と、車体更新動機の台車、 駆動装置、主電動機の変更と同じ1992年に、冷房装置の搭載と、車体更新工事が施行されている。300K304.305 編成で実施された、冷房装置の搭載と、同じく三菱電機製で、容量 24.4kW の CU77、k の CU77AE1 を採用し、屋根上に冷房装置と冷房制御箱。 床下に機動制御箱をそれぞれ搭載している。また、冷房装置の搭載に伴い屋根が木製から後半張りの張り上げ屋根に改造されて外観が変化している。また、室内も天井への風道の設置、床への床材塗布などをはじめとした内装の更新が実施されている。また、合わせて、 側面の編成短側の上降扉の位置の304編成、305編成に合わせる形で後方へ移設して乗務員室扉との間に窓を1箇所設置している。なお、その後1994年には、側面窓を加工窓から上段加工、下段上昇の2段窓に変更している。主制御装置及びブレーキ装置の変更1999年には、 前年に305編成に実施された、主制御装置及びブレーキ装置の変更が303.304編成にも実施されており、主制御機を1000系1501.1502、編成や2000系、中継、20型と同一で、東洋電気製造製、電動化無軸制御式のアクドフ M450 から 789AM に、ブレーキ装置を発電ブレーキ併用。 電気指令式で E 型中継弁を使用するナブ個性の HRD-1D に変更している。なお30 30、304.305編成同様主管制御機のワンハンドル化はスペースの関係で実施されず2ハンドルのまま新品に交換されている。その他1960年代中頃には行き先表示板が縦長のものから 500K502 編成で採用された細長い横長のものに変更されている。また、同時期には雨戸が設置されている。1971年から1973年にかけて300型に乗務員室扉を呼び、客室仕切り壁を設置する改造が実施されており、302.303編成についてもこれを実施している。また、 1970年代後半には、側面窓枠のアルミサッシカや、飛袋窓のエッジゴムシジカや、車外スピーカーの設置が、実施されているほか、この頃までに改造後も一部に残っていた車体の、リベットがなくなっている。302編成は1980年頃、303編成は1979年に以前消灯が、全面上部から、下部左右に移設されて、 シールドビームに投下され、合わせて微灯が、角型のものに交換されてその下部に設置されているほか、補助電源装置として、出力3区場の静止型インバータである CG145A が搭載されている。なお、303編成の補助電源装置は後に20、型と同じ出力10区場の RG-4032AM に換装されているほか、 電動空気圧縮機は1994年頃までに DH-16 から 1000K1101 編成以降で採用された HB-1200S に換装されている。302編成は303編成と異なり、冷房改造及びそれに伴う近代化工事の思考対象外となったために、 10K の導入による置き換えで1997年3月1日から3月31日にかけて、さよなら、ヘッドマークをつけて運転され、翌1998年に廃車となった。その最終期には、改造を受けなかったことで残った古風な外観と内装から鉄道ファンの人気を集めている。廃車後は、山梨県南小間食のキャンプ場に引き取られ、 編成ごと、江ノ電ンバンガローの名で利用されている。303編成は、もともと大幅な改造工事が施行されたためと、冷房化により、車体中央部が追加してきていた。そのためか、2006年に入ると営業運転に入る、回数が減り、同年下半期にはほとんど営業運転に入らず、時折極楽受験者区の屋外に留置される程度になり、 2007年9月には公式ホームページ上で運用終了を発表し、同月22日に極楽受験者区で開催された305編成との通称と撮影会後に運用されなくなり、その後2008年3月末に公述の304編成と同手法により、台車など一部機器を流用の上で新形式の新 500K500 500に編成を製作するために廃車となっている。 一説には大枠に損傷があったと言われているが、江ノ電から公式の発表があったわけではない。303編成303号車の先頭部が2009年3月31日より、使用開始された江ノ島駅の待合室で保存され、6時22時の間に公開されている。 標準塗装派世紀2005年20型と連結する304編成の先頭部、稲村ヶ崎七里ヶ浜間、2005年304、編成チョコデン塗装、稲村ヶ崎駅、2005年概要1958年に、1 0 0系1 0 6から110号車のうち106.109号車を、東横車両電説で連接車に改造したもので、書類上は304編成が運行を開始した。 同年4月15日付で109号車が廃車届でされている。106から110号車は1931年に新潟鉄工所で5両が製造されたもので、製造所の異なる101から104号車及び105号車と類似の車体となっているが、車体幅、高さともに寸法が小さく、 301.30に303 30編成派出車の車体をそのまま改造していたのに、対し、304編成では大枠などを利用して、車体を再構築している。また、台車は200型が使用していたブリル製の 76E2 を改造して使用しており、これに伴い 200K の台車は106.109号車の、新潟鉄工所製ボールドウィン系版。 大枠台車の温度マイナス1に交換されている。この台車は、西武軌道の1922年儀車会社製木造車31.32号車が1934年に、江ノ島電気鉄道の111.112号車となった際に装備していたものが、様々な経緯から200型に使用されるようになったものである。車体。 走行装,装置車体は台枠を残して一旦解体されて再構築されており車体幅は種車の 2156mm から 2400mm に車内幅は 1956mm から 2190mm に拡幅され305編成と同様に台枠から車体が張り出した構造となっていることが特徴となっているまた車体長は 種車の 11260mm から 11437mm に若干延長されたほか、台車中心間距離を302.303、編成と同じ 8700mm とするために、車体短足の台車中心から、編成短足車体端までの大枠長さが、 タネ車の 3335mm から 3050mm に短くなり、その分車体単速大車中心から連接側車体端までが長くなっている。また、車端部が低床大枠であったものが平床式に改造されているほか、屋根は木製から構成の張り上げ屋根になり、車体高さはタネ車の 2275mm から 2510mm に、 高くなっている一方で側窓高さは7 6 0ト、mm、ルと種車と同一でウィンドウシル、ウィンドウヘッダー付けとなっている。車体前面は中央窓が幅広の3枚窓構成で角窓はトロリーポール操作のため木製枠の加工窓となっており、前消灯は正面窓の上部に一気埋め込み式に設置され、正面の株左右には角型の微灯が中央には 縦長の行き先表示板差しが設置されている。側面は窓扉配置 D1、D6、D3 で、上高扉は幅 920mm の片引き戸。窓は、戸袋窓は、幅 760mm、高さ 760mm で木製枠の固定式。その他は、下段上昇、上段固定式で、木枠の二段窓で、幅 605mm。 高さ 760mm のものとなっている。室内は上高扉間と連結面やドリキにそれぞれ長さ 4300mm、2266.5mm のロングシートを配置しており、座席定員は編成で60名、立席定員は90名である。また、運転室は中央部に運転台が設置された長さ 915mm のもので、 本編成から新たに乗務員室扉が設置されていたが、運転室と客室の間は中央部に簡単な仕切りが設置されるのみとなっている。屋根上には両編成端に終電用のトロリーポールが、その他の部分にガーランド式の通風機が配置されている。編成両端の連結機は他の編成と同じ小型の密着自動連結機であるが、 本編成より輸送力増強のための連接者同士の10連運転の準備として正面に電気連結機の占住と空気ホースを設置しており304編成は正面車体下部に向かって左側に空気ホース右側に電気連結機の配置で後の305編成とは左右逆となっている主制御機はそれまでの編成と 同じく抵抗制御式で、東洋電気製造製のものであるが、302.303編成や 500K の ES-251A から直列5段、並列4段の電動カム軸式関節自動制御の ES-158B に変更されており、主電動機は、定格電圧 600V。 出力 56kW の東洋電気製 TDK-31SP 直流直巻製粒子電動機を前後の台車に各2機ずつ計4機搭載し駆動装置の歯車比を3.37として定格牽引力は 19.2kN 定格速度は時速 38.0km となっており定格出力と定格速度は 300k 中で最も高いものとなっている また、ブレーキ装置は、非常管併設電磁弁付き三管式通空気制度の、電磁 SME 制度を、電動空気圧縮機は、DH-16 を2機搭載している。台車は前述の通り、ブリル製で、中高生大車枠の 76E2 を改造したもので、中間の付随台車を連接用に改造したほか、枕バネは重ね板バネから、 コイルバネ2本とオイルダンパの組み合わせに、軸受けは、メタル軸受けから、コロ軸受けにそれぞれ変更されている。固定軸距は 1475mm、車輪系は 840mm で、手伝動機は、動輪の外側に吊りかけ駆動方式で走化されている。運行開始後運行開始後にも様々な改造が実施されており、主なものは、 以下の通りで305編成に順じたものとなっており、詳細は同編成の各項を参照。終電装置の変更を1964年2月から実施されたトロリーポールから Z パンタグラフに換装に際し、304編成も編成両端のトロリーポールを撤去し、藤沢放射端部にこれを一気搭載している。その後、 1961年2月から1973年5月14日にかけての100型を除くパンタグラフへの換装に際し304編成も鎌倉放射端部に PT52 を一気搭載してしばらく運行しその後藤沢型の Z パンタグラフも PT52 に変更しているまた1980年代にはこれを PT4313 BM に再度乾燥している。重連運転の開始と連結機の変更304。編成は305編成とともに、重連運転を想定して、電気連結機と連結ホースを装備していたが、1971年6月21日からの、連接車に編成での重連運転が開始に伴い、305編成とともに、改めて連結機などの整備が行われており、 簡易的な連結器は、密着自動連結器から上釣り式の MCB-6 小型密着連結器に換装され、電気連結器と連結ホースが、連結器横辺に併設されたものとなっている。その後、連結作業の省力化のために、D90 密着連結器と96芯の電気、連結器 自動解決装置、下受け型の同時への乾燥が1994年2月までに実施されている。なお、主制御装置及びブレーキ装置の違いにより、線形以降の編成とは口述の主制御装置及び、ブレーキ装置の変更改造を実施するまでは、連結することができず、従来通り300系、500系間での充電となっている。駆動装置のカルダン式化と、 台車、主電動機の変更を1989年から1992年にかけて300系、500系のうち当時大体対象外であった編成に対して実施された台車及び、主電動機の更新工事を304編成についても1991年に実施している。この改造では、主電動機は、 定格出力 50kW の TDK8005A に、駆動装置は同じくタワミータ中空軸平行、カルダン駆動方式の KD110AM に変更されており、台車は、編成両端の同台車は TS-837 に、連接。付随台車は TS-838 に、変更されている。冷房装置の搭載と、車体更新乗器の台車。 駆動装置、主電動機の変更と同じ1991年に冷房装置の搭載と車体更新工事が施行されている。300K303.305 編成で実施された冷房装置の搭載と同じく三菱電機製で容量 24.4kW の CU77。 K の CU77AE1 を採用し、屋根状に冷房装置と冷房制御箱、床下に軌道制御箱をそれぞれ搭載している。また、冷房装置の搭載に伴う天井への風道の設置、床への床材塗布などをはじめとした内装の更新が実施されている。主制御装置及びブレーキ装置の変更を1999年には、 前年に305編成に実施された、主制御装置及びブレーキ装置の変更が303.304編成にも実施されており、主制御機を1000系1501.1502、編成や2000系、10系、20型と同一で、東洋電気製造製、電動カム軸制御式のアクドフ M450 から 789AM に、ブレーキ装置を発電ブレーキ併用。 電気指令式で E 型中継弁を使用するナブ個性の HRD-1D に変更している。なお30、303.305、編成同様主管制御機のワンハンドル化は、スペースの関係で実施されず、ツーハンドルのまま新品に交換されている。その他1960年代中頃には、行き先表示板が縦長のものから、 500K500 500に編成で採用された細長い横長のものに変更されている。また、同時期には雨戸が設置されているが、当初は藤沢方の304号車にのみ設置されていた。1971年から1973年に、かけて300型に乗務員室扉を呼び、客室仕切り壁を設置する改造が実施されており、 当初より乗務員扉を設置していた304、編成についても、この際に仕切り壁を設置している。1980年に全商灯が、全面上部から、下部左右に移設されて、シールドビームに投下され、合わせて微灯が、下部に移設されているほか、補助電源装置として、出力3区場の静止型インバータである CG145A が搭載されている。なお、 改造当初は、上部の全小灯が非点灯ながら撤去されず、外観上三灯の配置になっていたほか、補助電源装置は2001年に20型と同じ、出力19馬の RG-4032AM に,に換装されている。また、同じ1980年頃には、窓枠のアルミサッシカ、飛袋窓のエッジゴム指示化や社外スピーカーの設置が行われたほか、 1986年頃には、車体の補修により、ウィンドウヘッダーが撤去されて、ウィンドウシルのみとなっている。電動空気圧縮機は1994年頃までに、DH-16 から、1000K1101 編成以降で採用された、HB-1200S に換装されている。駆動装置更新の際に発生した、旧台車3機のうち、 電動台車2機は、電装解除の上、黄色く塗装され、建区内の研修用仮台車となり、残る、中間台車1機は元をたどれば、米国ブリル型の希少な形式であったことから、アメリカカリフォルニア州のウエスタン鉄道博物館に、譲渡されて保存されており、見学もできる。2002年より、往年の車体塗装とされる茶色とクリームの塗り分けに、変更され、 チョコ電の愛称が付与された。老朽化と塩害による大枠損傷が判明し、2004年9月頃から旧車状態となり、その後2005年2月末から修理の上運用に復帰したものの、2005年9月末で運用を離脱した。車体は沿線住民からの譲渡希望もあったものの、結局全面のみを切断し極楽寺工場で保存。 残りはすべて解体処分された。なお、同年9月4日から9月30日の廃車までの間は、それまでのチョコ電カラーから、現行のエノ電カラーへと戻され運用された。代替新造車両は、新 500K501 編成となり、台車などが流用された上2006年3月27日より、営業運転を開始している。306編成、江ノ島、腰越間。 1979年12月16日、概要1956年に、元東京都電150.170系の車体を、持つ112.202号車を、連結車化改造した200型を連結車に、再改造したものである。連結車は収容力が、大きい一方で、当線の急曲線に対して、連結部の変気も大きくなるなど不都合があり、 301編成以降の連接車の高結果を踏まえて1968年に連接車へ改造され、12月5日におさむばつ式を取り行い、同日から運行されている。車体は301編成と同じく、王子電気軌道200型から承継したもので、306号車は田中車両制で後に、東京都電150系のもので301.351号車と、 同形式、356号車のものは、川崎車両製の1 7 0系のものとなっている。台車については前述の通り1958年に304編成が改造された際に交換した10、106.109号車が、装備していた新潟鉄鋼所製ボールドウィン系版、大枠台車ノンドマイナス1を使用している。車体のルーツがほとんど同じ301編成と、 同様に前面にバンパーが残っているが、改造時期の違いからドアが拡大されるなど形態は異なる。また本形式で唯一登場時から、全消灯は草下に二等設置され、木製屋根のままである一方で、ノーシルノーヘッダーに方向膜の設置や、前面の塗り分けを、いわゆる金太郎の腹掛けにするなど、本編成のみに見られる特徴も少なくなかったが、 方向幕は、藤沢駅、鎌倉駅での短い折り返し時間の間に表示を変更するのは不便であるとして、方向幕は撤去して、方向番受けが新設され、金太郎塗装も廃された。なお、306編成306.356号車の、車体は、元は、同じ王子電気軌道200系のものであるが、製造メーカーが違っていたことから、2両で、 窓寸法及び屋根高さに差異があり、連接部の屋根が両者で段違いになっている。車体、走行装置車体の改造は301編成に準じたものとなっており、貫通化された連接面側が主となっている。片側の車体端部は運転室を撤去して、貫通路付けの切り詰ま式の連接側妻面とし、乗降扉を、 側面窓一箇所分車体中央寄りに移設して、車単速に、側窓一箇所を設けるとともに、扉の開く方向も運転室側から、客室側に変更し、また、客室側の窓一箇所分のスペースを用いて扉、および、戸袋を拡幅している。また、この部分の台枠は、低照式であったものから、平坦な構造に変更となり、端部に、端張りを設置して、 救命芯皿と、側受けを取り付けている。また、運転室側においても、低照式であった床面をかさ上げするとともに、上高扉の開く方向を運転室側から、客室側に変更し、客室側の窓一箇所分のスペースを用いて扉、及び、戸袋を拡幅するとともに運転室横の窓を、幅の狭い加工窓に変更している。これらの改造結果、 側面の窓扉配置は 200K の 1D11D1 から 1D8D2 となっているほか、車体のウィンドウシル、ウィンドウヘッダーや、リベットなどが撤去されて平滑な車体側面、前面となっている。車体前面は角窓同じ幅で、中央は固定窓、左右は下段上昇式の2段窓となって、木製枠の3枚窓構成で、正面下部にはバンパーが、 その上部左右に丸型シールドビームの全小灯と角型の微灯が中央の窓上部には手動式の方向幕縦長が設置されており幕板幅の狭い356号車はこの窓の高さが若干低いものとなっている側面は上高扉は 200K の幅 790mm から1100に拡幅された型引き戸窓は戸袋窓は固定式で その他は、木枠で、下段上昇式の二段窓であるが、これは、東京都電から江ノ島鎌倉観光に上渡された、際に改造されたものであり、加工窓のままの301編成とは異なるものとなっている。室内は、上高扉間と連結面やドリキにロングシートを配置しており、座席定員は編成で64名、立席定員は88名である。 また、運転室は、中央部に運転台が設置されたもので、運転室と客室の間は、中央部に、簡単な仕切りが設置されるのみとなっている。屋根上は、藤沢方の306号車の編成端に、終電用の Z パンタグラフが設置されるのみで、通風機は設置されていない。また、編成両端の連結機は2 0 0ー時から引き続きの、 小型の密着自動連結機が設置されているが、導入当初は連結運転は実施されておらず、予備的なものであった。主制御器は301.302303編成や、500型と同じ抵抗制御式、東洋電気製造製の ES-251A を搭載しており、主電動機は、定格電圧 600V、出力 37.3kW の東洋。 電気製造製 TDK-516C 直流直巻製粒子電動機を前後の台車に各2機ずつ計4機搭載し駆動装置の歯車比を3.42として定格牽引力は 11.6KN 定格速度は時速 27.0km となっているまたブレーキ装置は非常管閉節電磁弁付き三貫式通空気制度の 電磁 SME 制度、電動空気圧縮機は、CEP-27 を2機搭載している。台車は、種車の新潟鉄工所製のボールドウィン系で、板台枠のものを改造したもので、中間の付随台車を連接用に改造したほか、この連接台車のみ、枕羽根を重ね板羽根から、コイル羽根2本とオイルダンパの組み合わせに変更しているが、短台車も含め軸受けは、 メタル軸受けのままとされている。固定軸距は 1375mm、車輪系は 762mm で、主電動機は、動輪の外側に吊りかけ駆動方式で走下されている。運行開始後運行開始後に、いくつかの改造が実施されているが、306編成は、改造が1968年と他の編成より、遅かったことと、 1980年代後半以降は将来の廃車対象となってその後の改良工事が実施されていないため多編成より改造事項は少ない。なお、主なものは305編成に準じたものとなっており、詳細は同編成の各項を参照。終電装置の変更を1961年2月から1973年5月14日に。 かけての100型を除くパンタグラフへの乾燥に際し、306編成も鎌倉放射端部に PT52 を一気搭載して、しばらく運行し、その後藤沢型の Z パンタグラフも PT52 に変更している。また、1980年代にはこれを PT4313BM に再度乾燥している。 重連運転の開始と連結機の変更1971年6月21日からの連接車に編成での重連運転が開始に伴い簡易的な連結機は密着自動連結機から上釣り式の NCB-6 小型密着連結機に換装され電気連結機と連結ホースが連結機横辺に併設されたものとなっている その他1971年から1973年に、かけて300型に乗務員室扉を呼び、客室仕切り壁を設置する改造が実施されており、306編成についてもこれを実施している。同時期には、正面上部の方向幕を撤去し、他の編成と同じ細長い横長の行き先表示板に変更されており、356号車の 正面中央の窓が左右の窓と同じ高さに改造されている。また、1970年代後半には、社外スピーカーの設置が、1980年代には、側面窓枠のアルミサッシカや、戸袋窓のエッジゴム指示化社外スピーカーの設置が実施されている。本形式では最も早い1991年に、 2000K2002 編成に置き換えられて廃車された。度重なる改造による車体劣化がその一因とも考えられている。長い間自動放送装置を搭載していなかったが、その当時でも4両運転時に進行方向後ろ側に自動放送装置を搭載したた形式の車両が連結された際には自動放送が流れていた。反対に、 自動放送を装備している車両でも、後方の車両が本形式の場合、車掌による肉声での放送しかできない状況が続いていたが、305編成は2006年に、新500系同様の英語放送付きの自動放送装置が搭載されて解消された。またこれによりエノデンは、すべての編成への自動放送装置の設置が完了した。過去には、 た形式と同様全面広告車としてもしばしば利用された。特にサンオイルの広告塗装として車体全体が金色に塗られたことは特筆される。2008年現在在籍する305編成は単緑とクリームの在来標準色である。303編成は2002年に三菱電機の携帯電話、 D504i のテレビ CM に登場していた。当初は2社体に1番号を付与していたが、1960年の運輸省の通達を受けて305編成から305、及び355の1社体1番号とし、既存の301から304についても1社体1番号に改版している。2021年現在、305編成のみが、 在籍する同型だが、運用は多形式と共通であり、4両編成で運転する場合は多形式と連結して運用に入っている。1000系の吊り掛け車や新500型とも連結が可能である。ありがとうございます。